今日からウォーキングじゃなくてジョギングね、スタートしようと思う。で、息子からちゃんと上を着た方がいいよっていうことで、こんな感じ。マラソンランナーっぽいでしょ。帽子にね、サングラスにスポーツ用のマスク、それから上はねフルセット、そしてみんなが履いてる蛍光のランニングシューズね。これでバッチリランナーらしいよね。ということでマラソンレッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。まず早い、はいはい、そうそうそう、早いよ、はいはい、そうそう、レッツゴー、レッツゴー。よいしょ、いわゆるアウトね、あれはパーティーが効いてない。自分で解除したらダメだよね。いや、しんどいね。10年ぶりのマラソンは、しかも病み上がりだからね。そして前からいつもの突進抗議だね。突進コーヒーね、飼い主さんリードを短くしてコントロールしてるような感じだけど、リードが張ってるし、犬が微妙に二足歩行になってたよね。あれじゃ犬は興奮するよ。四つ足地面につけてしっかりと待てと言って落ち着かせなきゃダメ。きっちり落ち着いたら解除、解除の号令は必ずよし。それを定着させることによってよしイコール自由になってもいい。これね、確実にしてちょんまげ。今度あの芝居だ。全然気づいてないみたいだね。それよりも匂いで気持ちがそっち行っちゃってる。まあまあいいんだろうか悪いんだろうか。いいね、オレンジのランニングシューズ目立つね。くも膜下出血の手術からね2ヶ月経って、車椅子からリハビリを始めてマラソンまでできるようになったね。ウェアを揃えて、ね、ジョギングシューズ上から下まで揃えて、あーちゃんとジョギングね。で、初っ端から10キロマラソンをスタートしたんだけど、6キロ過ぎたあたりからね足
ってます。無理は禁物だね。どうしても俺無理しすぎちゃうから、そこがやばいんだよね。いや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 、明日は走れないかもしれない。まあとりあえず手術からね2ヶ月ぐらいでマラソンまでできるようになってね、順調です。疲れた、足痛ね、発症してその場で死んじゃう人ね、半分の方が亡くなってしまう。それでね、残ったうちの半分以上が後遺症に悩まされ、残り2割ぐらいが社会復帰できるという、本当に確率、社会復帰できる確率が低いこの病で、今走ってる自分に感謝。この生かされてる意味を、とにかくこれからの人生に生かしたいと思います。もちろん生き物のためにね、頑張る。あたたた、あちゃん、俺たち頑張ろうぜ。で、回していったらもうちょいでゴール。いいよ。